皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日も早速マリオメーカー遊んでいきましょう。今回はいいねランキングから国内難しい、まず1位のコース、ドーガとウネの館、小太の村、トーダス FF3 よりということで、ベストタイムが あの有名なスペルマママンチョフさん、コース制作者さんはニラさんという方ですね。クリア率 5%、 演奏系のコースなんでしょうかね。ただクリア率を考えると演奏系じゃない可能性も高いんですが、うん、演奏っぽいな。赤コインを取って FF はね、3は実は 2,3 回しかクリアしたことがないんですよ、私。4、7、6が好きです。これ上行けるかな、届かない、畜生め、残念。赤コイン取りたかったけど、ちょっとでも取れるように頑張っていこう。もしやり直した時よりね。あ、アミーボがなくなってしまった。いや、難しいよ、このコース、普通に。あーお、あーお、あー、ドキドキした、今。やられた、畜生め。赤コインの数を見ても、まだ裏面が残ってますからね。これはワンダメージ覚悟で取りに行けっていうことなのかな。よいしょ。土管にお邪魔しまーす。もう赤コイン全然取れてないわ。残念。ちくしょう。やっぱり皆さん FF3 って言えばオニオン装備なんでしょうかね。玉ねぎ剣士とか玉ねぎ剣士とか玉ねぎ剣士とか、そのイメージが強いですよね、やっぱり。よいしょ。ウネと動画って FF9 でも出てきてますよね。チラ役だけど、チラ役、ちょい役だけど、ここはいいや。ここ無理、クソ難しいって。ケフカ戦の音楽なんだっけ、今頭がぼーっとしてて名前が出てこないんだけど、よいしょ。あれといい、こっちといい、 FF 系の演奏コースが多いんでしょうかね。赤コインの扉入りたかったけど、とりあえずゴール。いや、これね、赤コイン全部揃えてクリアするのは至難の技ですよ。腕に自信のある皆さん、やってみてください。私は無理。動画とウネの館、小人の村、トーザス、ニラさんのコースでした。ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくね。これ難易度難しいですからね、とても難しいじゃなくて。よし、次。なんかアンナさんのコースに似てますが、シェル改造ラン、走って投げて爽快ラン、アルファちゃんさん、クリア率は 6% ですね。うん、どっからどう見てもね、コースのタイトルからしてもアンナさんのコースのように見える。ほら、コースの作りもそのままアンナさん。待って待って、これ本当はアンナさんでしょ、作ったの。違うの、あれ、なんかミスった、畜生めー。うーむ、これご本人のニアカとかでしょうかね。ニアカというかサブアカというか、あの FF11 をやってるとニアカっていう言い方をしてしまうんですよね。職業病でございます。私の職業は主に竜騎士かカラクリ賞やっております。よいしょ。あんまり人気のあるジョブじゃないんで、そこが逆に面白い。よいしょ。なんとかギリギリ20秒でクリアできるぐらいのタイム設定になっているようですね。うん、間違いない、この人アンナさんだ。シェル改造ラン、走って投げて爽快ラン。はい、次のコース遊んでいくれ。はい、お次のコース、いいねランキング難しい3位から変わったヒップ耐久、カイトさんのコース。ヒップ耐久、私できません、本気でできません、超苦手でございます。おいおい、なんだよ、それは知らねえよ。とりあえずまず扉にお邪魔するじゃないですか。普通だと高く跳ね上がって、
なるほどね。キラー放題、キラー放題じゃない、キラーを踏んで時間を稼ぎと。了解了解。でもこれって2、3回踏んじゃえばいいんじゃないの。あ、しまった。やり方が実はよく分かってないんだよな。ちくしょうめ。いや、なんかね、キラー砲、キラー踏んじゃうと焦るわ。もうちょっとだったのに、残念、無念、また来週。さて、来週のくるくるクールは、クールです。もっと美味しいご飯が食べたいです。お兄ちゃん、いつも同じご飯しかくれないんです。いいから黙って食べなさい。よーし。ほい。ほい。あそこのキラー踏みたいんだけど結構怖いんだよね。他のキラーに当たっちゃいそうで。やったぜ。なんか最後はかなりゴリゴリだったけど。え、何あの土管。ハードモード、いや無理です。私にはこれで精一杯。全然切った息もできてなかったけど。はぁ、新しいといえば新しいような、なんかちょっとスッキリしないんですけどね。ごめんなさい。変わったヒップ耐久、カイトさんのコースでした。ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくる。3秒でクリアしてるんだ、早いな。はい、お待たせいたしました。今日も最後はスピランで締めていきましょう。ちょっと難しい爽快50秒スピードラン、スーパーマンホワイトさん、ベストタイム36秒の 8.8%、 8.88%、 いいですね。縁起のいいクリア率なんですが、私が挑戦してクリア率を変えてやりましょう。まあ、イニーランキング入ってるんですぐ変わっちゃってるんでしょうけどね。まあ、そんなメタ発言はいいかな。こっち1、2、も3、ダンジャンプですよ、皆さん。いいですか？わかりましたか？まあ、皆さんが分かりやすいようにわざとやられたんですからね。決して三段ジャンプが苦手なわけじゃないですよ。いいですか？いいですね。わかりましたか？次は何じゃろな、この音符で跳ねるのは本気で苦手。これ絶対当たるわ。あそこで10回以上やられるかもしんない。よいしょ。こうでしょ？どう、え、だって、ま、これどうすればいいの？絶対当たらないですか？ほい。ほい。苦手。からの。ここまでは全く問題ないんだけど。ここやでしかし。ここやでしかし。1、2の、サンガリアで行った方が。うん。いいや。サンガリアできてなかったけど。あっちの方がまだ僕的にはクリア率が高いです。あそこ音符で行くのは、一マス先に時があるし、いや、もう無理。ほんとごめんなさい。許してくれなくてもいいけど、私には無理です。よいしょ。からの、結構引っかかれない、いろんなところでこのコースで。そして、パウをまた投げて、土管にお邪魔します。残り15秒、赤コインゲット、赤コインじゃない。鍵をゲットしてからの、もしかして今のところはクルリンで抜けていけじゃなかった。違う、大丈夫。残り10秒で、ゴール！イエス、ザ・トライ。あのね、音符ブロックでジャンプしていくところは、あそこは罠ですよ。うん、普通にジャンプしていった方が絶対簡単。ちょっと難しい、爽快50秒スピードラン。難しいのはあの音符のところだけでしたね。いいね。はい、そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。コース募集もしてますからね。皆さんの楽しくできたと思ったコース、どんどんお寄せください。あ、でも私のテクニックは今日ご覧いただいた通りなんでね。よろしくお願いしますよ。その辺いいですか？それでは明日はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。
それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。